古道は新潟県佐渡市小木を拠点に国際的な講演活動を展開するプロ和大鼓集団である。設立は1981年。古道という名称は心臓の古道よび子供のように無心で太鼓を叩くという意味がある。古道は伝行が立ち上げた太鼓集団佐渡の国木大鼓座をその前身としており演目にあるモノクロームは 鬼太鼓座のために作曲された。イリハは、同じ作曲家が、鼓動誕生の際に書いた作品である。また、屋台林などの民族芸能を元とした楽曲も、鬼太鼓座から受け継いだものである。鬼太鼓座の演奏は一種のストイックさが持ち味で、あったが、より演目や、楽器の幅も広まり、わかりやすいものとなった。日本の伝統芸能を現代に再創造し、佐藤拠点に、 世界でコンサートを開いているプロの太鼓芸能集団として、これまでにコンサートを開催した国は52カ国、総公演会数6500回に上る。全米の主要都市、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストリア、スイス、アイルランド、ベルギー、ルクセンブルク、オランダ、イタリア、ポルトガル、ノルウェー、フィンランド、エストニア、ギリシャ、トルコ、オーストラリア、 ニュージーランド、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ブラジル、コロンビア、等々。ベルリン市政750周年祭、オーストラリア建国200周年祭、ノルウェー・オスロ、ノーベル平和賞100周年記念コンサートなど、市主催、政府主催の公的イベントからの招聘も多い。海外でのコンサートライブ DVD ・ CD などの収益面も含め、欧米を中心に数多くのファンを持ち、 ニューヨークタイムズでは高く評価されている。1994年にはアメリカ、日本公演を収録したビデオレーザーディスク、古道がフランス間の国際音楽産業を見本し映像音楽コンテストの音楽ビデオ長編部門にて最優秀賞を受賞している。活動は1年間のうち1、3が海外ツアー、1、3が日本国内ツアー、残り1、 3を佐渡で過ごす。毎年夏季になると、拠点の佐渡で、アースセレブレーションと呼ばれる国際芸術祭を主催している。2017年には開催30周年を迎えた。アースセレブレーションには、海外から著名な奏者が招かれるほか、日本国内からも様々な演奏者が集う。楽器や民族衣装などの販売も行われ、海外からの参加者も非常に多い。 正式な主催は古道を中心としたアースセレブレーション実行委員会。大会長には佐渡市長が就任するなど佐渡島を挙げた祝祭となっている。女性に日本芸術文化振興会佐渡市。公演は外務省、環境省、文化庁、新潟県各国の大使館などが参加。古道の使用する太鼓、古道の舞台は和太鼓を主に使うが増え、笛 シャミ戦、踊り、歌などもあり、全体で一つの流れを構成する。曲は日本各地の伝統芸能を素材にしたもの、現代音楽の作曲家などに依頼して作られたもの、それからメンバー自身によるオリジナルがある。ツアーごとに演目は異なるが、公演は通常約1時間40分である。使用する太鼓は、宮、旧太鼓はさらに銅の大きさ、長さによって、大太鼓、 中太鼓、平道太鼓と呼ぶ。今では希少な国産産形焼きの銅に、牛の一枚側が片面ごとに張った大太鼓は、面の直径は三尺八寸、屋台の部分も含めると、重さは 400kg になる。使用する数は、国内の一般公演だと30個から50個程度になる。近年の舞台では、ティンパニやグランカッサドラムセット、フルートなどの西洋楽器も使用される。 古道村は伝統文化の調査研究や習得及び再創造を通じて特色ある地域文化を作り出すと同時に世界中から集まった人々との交流の中から地球文化を模索し生み出していく場である。豊かな自然と独特の文化、歴史を持つ佐渡はこうした活動に理想的な場所である。その南端に位置する小木半島の中央部に3万坪の土地を確保し、 1988年から1992年にかけて本部棟、住居棟、ゲストハウスである泉亭、稽古場棟、工房が完成した。古道村のある小木町で毎年8月第4週の土日に行われる小木港祭りには小木港振興会より来を受け、祭り初日の午後に祭り大鼓の会として古道が祭りに参加している。舞台メンバー34名。 スタッフ31名、またこの他に研修生、アルバイトなどを含めると、関係者は、総勢で約120名ほどである。舞台メンバーの年齢は20代前半から60代、後半まで幅広い。佐渡出身者はスタッフに数名のみ、大半が全国各地の出身者である。研修生は、佐渡島内の旧、岩首中学高校舎を利用した宿舎で2年間共同生活を、 実施、研修所終了後に、準メンバー選考が行われ、さらに1年間の実地研修をした後、正式メンバー選考が行われる。ありがとうございます。